ベルフェゴールとは、キリスト教における、七つの大罪に被験する悪魔の一人。怠惰、公職を司る悪魔とされる。ベルフェゴール、ベルフェゴール等とも言う。ベルフェゴールは、古代モアブで崇められた神バールペオルを前身とする。この名はおそらく、ペオルさんの主身を意味する。このバールという名が、自由と法上の神のバールを指すのか、単に一般名詞としての、主身という意味なのかは不明。 また、ペオルは、裂け目という意味で、この神に捧げるために、山の岩の裂け目に穀物を投げ入れていたという解釈も、ある。この古代神が、キリスト教の神道とともに、一神教に基づく、聖書世界で非唱化され、悪魔とされていったのである。コランド・プランシーチョ、地獄の実典での肖像画、旧約聖書、民数記、第25章によれば、イスラエルの民がモーセに引き入られて、 カナンの地に入る前に、モアブの地を訪れた。モアブの娘たちは、バール・ペオルに国を捧げる際に、イスラエルの民も招き、バール・ペオルをはじめとする自分たちの神々を礼拝させ、食事を共にした。イスラエルの神ヤハウェはこれに激怒、参加した者たちを死刑に処す、ようーセに命じさせたが、それでも怒りは収まらず、薬病をもたらして二万四千もの人々の命を奪ったという。 旧約聖書において、この災害は、ペオールの事件などと呼ばれる。後の悪魔学では、ベルフェゴールは公職の罪を司り、また、先生術で性愛の星とされる、金星の悪魔とされるが、これは、ペオールの事件の際、娘たちが色仕掛けで、イスラエルの民を誘惑したという解釈に基づく。ベルフェゴールは、また人間界の結婚生活などを覗き見る悪魔と、され、 女性の心に性的で不道徳な心を芽生えさせる力を持ち、そのためか女性に対して非常な不信感を持っていたとされる。中世ヨーロッパの伝説によれば、ある時魔界で幸福な結婚というものは果たして存在するのかという議論が起こり、実際にそれを見てくるためにベルフェゴールは人間界へやってきたという。彼は、 様々な人間の結婚生活を観察したが、その結果幸福な結婚などないという結論を出したと、される。女性不信というベルフェゴールの性格より、ベルフェゴールという言葉は、人間嫌いを示唆する言葉としても使用される。また、ベルフェゴールの探求とは、あり得ないとされる計画を皮肉る言葉としてもしばしば、利用されるようになる。一説によれば、ベルフェゴールは、ベルゼブブの敗下である。 悪魔、料理長のニスロクと同一視される場合もある。容姿は一般には牛の尾にねじれた二本の角、顎には髭を蓄えた、醜悪な姿で寝室の奥で洋式便所に座った姿で知られる。しかしこれはコランド・プランシーの地獄の実典に収録された写真絵が書室であり、かなり新しいイメージと言える。また、それとは別に妖艶な美女として描かれることもあるが、これは、 ペオールの事件をイメージしたものであろう。フィレンツェの外交官、ニッコロ・マキャベリは、三文小説、大悪魔ベルファゴールを1549年に出版している。上述のベルフェゴールの探求と妻をめとる悪魔という、スラブの民間伝承をテーマとしている。地獄の議会より結婚の調査のために派遣された、ベルファゴールは、ロデリーゴ・ディ・カスティーリアと名乗り、イタリアに住居する。 ロデリーゴはオネスタという絶世の美女と結婚し、彼女を深く愛してしまうが、オネスタは、ルチーフェロすら持ち合わせていないような傲慢さでロデリーゴを苦しめ、最終的にベルファゴールは結婚制度を非難しながら、地獄へと戻る。フランスでは、ルーブル美術館を夜中に歩き回る怪物という、都市伝説のキャラクターとして人気があり、これを下敷きに1927年に、 アルチューレベルネットによる推理仕立ての小説が新聞で連載されたほどである。また、この年にはこの小説のアンリ・デ・フォンテーヌ監督による映画化もされ、その後もテレビドラマや再映画化の度に、フランスでは大ヒットしている。ニッコロ・マキャベリ、岩倉智忠、マキャベリ全集4、ちくま処方、1999年7月20日、初版、277ページ。 ISBN 978から44億8079万149。ニッコロ・マキャベリ、マキャベリ全集 4? 岩倉翔子役、書房処九1999年7月20日。初版。108から117ページ。ISBN 978から44億8079万149。ありがとうございます。